ちょっと。Please. Hello, this is Peter from MNN, and we are here for another interview. This time there's some people missing, but we do have Sara-san. Yay! So, nice to meet you! How are you, Sara-san? How are you? Okay. I'm fine. Alright.じゃあ、さっきのインタビューはヘイディーズと一緒にしましたけど、そうですね、うんうん、今日はサラさんだけ？ソロです。じゃあ、どういうことかちょっと説明してください。あ、説明、日本語でいいか。もちろん、私はヘイディーズで前回ね、出させてもらってインタビューでヘイディーズのボーカルもやってるんですけど、実はソロでも活動してまして、これね、今度アルバムもリリースいたします。ソロの方はもうそうね、6年ぐらいやってるんですけど、こっちはもう本当にハードロックっていう感じで、うん、なんか結構ちょっとポップな感じもあったりとかして、ちょっとヘイディーズとはちょっとヘイディーズのヘビーな感じとかとはちょっと違う、ディファレントなんだけど、そう、すごくいい楽曲たくさんあるんで、ぜひ聴いてください。じゃあアルバムも出して、ね、うん、ツアーも、ね、そう、あります、ツアーもあります、はい、今度6月の23日にタイトルロックオン、ロックオンっていうフルアルバムをリリースするんですけど、そう、それ6月23日にリリースをして、6月の24日からリリースツアースタートします、はい、で6月24日は神奈川厚木サンダースネーク、7月の9日は千葉の柏パルーザで、7月の15日は今日ここに来てるね、西シーサイ橋のビッグトゥインダイナーショベル、イエス、はい、ショベルに7月の15日来ます。で16日は愛知名古屋のね、それ前デイドリーバー、そして7月の17日は東京の渋谷ギルティでファイナルということで、その最終ということで、神奈川、千葉、大阪、愛知、東京、楽しみです。今年でやります。はーい。イエーイ。OK。じゃあ、全曲は、はい、自分で作りましたか？あ、曲はほとんど、自分で作ってるんですけど、作曲？そう、ベースとなるベーシックの部分っていうのを、私が作ったり、あとは、今一緒にバンドやってくれてる、ザック・ゼンミョン・マイルドさんが、そう、作ってくれたりとかして、それをバンドメンバーでみんなでこうアレンジ加えて作っていく。で、歌のメロディーとあと詩、はい、ライティングの方は私が全部自分でやってます。はい、どういうふうに、ソロバンドメンバー集めましたか？はい、ソロのバンドメンバーは本当に知り合い、はい、そうで、サンダーさんはもう私がソロ活動を、ドラムのサンダーさんは私がソロ活動を始めた時からずっと一緒にやってくれていて、それも本当に紹介でやってもらって、で、ギターの、ザック・ゼミオ・マイルドさんはもともとはそのヘイリーズの、前身バンドのアザゼルの時に一緒に、私もアザゼルの時やってた時にいろいろサポートしてくれてて、でそのつながりでそのままちょっとサラの方も演奏プレイングでお願いできませんかって言ったら OK ってしてもらって、そこからずっと。で、ベースの小一郎さんはそのドラムのサンダーさんのフレンド、知人で、そうで、フレンドだったから、そのサラバンド一緒にやろうよって誘ってくれて、で今のメンバーでやってるって感じです。だから一緒に曲を作ります、うん、そう、一緒に曲を作ってる。だからこの日のライブに、プレイお願いしますっていう感じじゃなくて、もうずっと一緒にやってもらってる、制作も、そう、制作のところから一緒にいろいろ相談して、こういう風にしたい、ああいう風にしたいって言って、そう、私がこんな曲を作りたいんですって言った時に、そう、いろんな、もう彼らはすごい、もうプレイヤーだから、いろんな、もうゼミオさんとかはもうギターの先生、ティーチャーもやってるし、そう、みんなそういう風に人に教えたりとか、
もうすごい、なんだろう、熟年ってなんて言えばいいの、熟年、熟年、なんて言うの、あのすごい外国人あのすごい ロングプレイしてて、そのすごいあのスキルがめっちゃ高い、そう人たちなので、だからもうすごいいろんなこうプレイのそのマニュアルいっぱい持ってる。そうそうそう、あこんなのもあるよ、こんなのもできるよって、そうみんななんかもうディープパープルとか ACDC とか、もうすごいいろいろなジャンル、いろいろなスタイル、そうスタイルが出てくる。そうだから私の楽曲っていろんなスタイルの曲が出来上がってる。でもそれが好き。そうそれが好き。そうなんかあんまりこう私はこのジャンルです、ここだけですとかじゃなくて、なんかこう、あこういう曲もいい曲だね、これもやってみよう、あれもやってみよう、いろいろチャレンジしてみようっていう感じで、その中で、あ思い浮かんだ、あこうだね、あじゃあこういう世界観でこう世界を広げるために詩を書いてみようっていう、そういう感じで作ってます。でもと正直言いますか、うん、だから好きなこととか、うん、好きじゃないこと、あそれはダメ、うん、あ言いますか。言います、言う、全然言う。もうちょっとそれは私はあんま好きじゃないから、ちょっとチェンジしましょう、そこはチェンジしましょうとか、それはダメです、あそうごめんねーって、あちょっとごめんねーってやったりする。そうでもちゃんとそれは正直に言う。そうだって自分がね、歌いたいこの曲、その自信持って歌いたいって歌えないと歌えないから、そこはちゃんと、そうとすごいもうねオールドですけど、そう先輩たちだけど、そう先輩たちだけど、ごめんなさいですけど、あそれはちょっととか言う、それいいねとかも言うし、あと お兄さんみたいな存在です。あーお兄さん、うん、鬼違うんです、うん、もっと上かな、あもっと上、あもっと上、もっと上からって、でもそうでも お兄さん、はい、お兄さんたちはいはい、自分で楽器できますか、はい、あ自分で、はい、ちょっとだけ小さい頃にピアノやってたのと、はい、あとはギターを少し、すごく下手くそだけど、あだから楽器はあまり弾けないけど、うん、そうライブで会話はメロディーと歌詞は大丈夫、うん、そう大丈夫、自由に、そうなんかまあ耳で聞いて、はい、あこのギターの、まあ、このコードラインとかだと、あじゃあこういう歌メロどうだろうっていうのはできる。うん。じゃあもうフィーリングで結構作っちゃう。はい、だいたいサラさんの曲で、うん、伝えたいことは何ですか。そう。歌詞とかメロディとか、うん。そう、私の曲でなんかこう、私はどっちかっていうと。そのこの楽曲を聴いて、私のこの思いこうなんですよっていうのじゃなくて、どっちかっていうとその一つの作品物語みたいな感じのイメージで作ってるから、なんかこう小説みたいな感覚で、アルバムとかもそういろんな短編小説がこう一つの作品に仕上がったみたいな感覚で聞いてもらえるといいかな。だからいろんなことこう想像してほしい。で、人それぞれで多分想像の仕方違うから多分聞き方も変わるし、なんかいろんなこうそうバリエーションをたくさん、はい、その人によってやってほしい。で、それで楽しんでほしいって感じ。だからサラさんの想像力がちょっと強い。うん、あ、そうね、そうですね。うん。え、だから曲の中でちょっと、うん、いろいろなキャラクター。はい。作って、うん、キャラクターの立場をちょっと作って、あそうね、そうそうそう、そういうのが結構多い、うん、自分で書くときとか面白いそう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。インスパレーションはちょっとどこで受けますか、うん、自分の想像力だけで、他の、うん、本とか音楽とか、うん、映画とか。そうだよ、私は結構映画よく見るんで、そう映画とかのそういうなんか見たもの、うん、結構目とか耳とかで聞いたものとかで結構取り入れることがインスパ、うん、することが多い。
かな。うん、あまりね、本読まないかも。じゃ文章はあんま読まないね。本ちょっと苦手ね。漫画は好き。読めるけど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 。そう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 。漫画好き。あ、そうそうそう。漫画とかね、そういう、そう。絵とかはすごい好きだから、そういうのは見る。そうそうそう。ビジュアル。そうそう、ビジュアルが大事、結構。ビジュアル結構大事です。だから、サーラさんもちょっとビジュアルだと。そう、そうそうそう。ビジュアル重視だから。グリーン。緑がちょっと強い。そう。Very, wow. そうイメージこうね、そうそう、あ、緑のボーカル、ロックボーカル、おさらねってなんかすぐなるように、そう、そういうイメージってすごい大事だなと思ってるから。え、緑は一番好きな色ですか？一番好きな色ですね。あ、若い頃だから、はい、うん、結構昔からやっぱり自分のなんか誕生石、うん、バースデーストーンがやっぱりエメラルド。あ、そうだから、なんかすごいそのなんかやっぱ5月ってそうグリーンのイメージもあるし、自分がグリーン5月生まれだから、そう、あ、グリーン大好き。あと、ね、グリーンとイエローとオレンジがすごい好きだから。あ、イエロー、お、イエロー、お、かわいい。ありがとう、欲しいね、欲しいね。あ、ごめんね。おーい。メイビー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 。歌手になりたいと思ったのはいつ頃ですか？あ、歌手になりたいと思ったのは結構遅くて、もう本当大学生ぐらいの時。大学生か、うん、そう、なんか結構遅い。なんで何があって？私ちょっとね、カバーバンドをちょっとやったことがあって、うん、まあ、その前からカラオケとかすごい好きで、歌うの好きだった、ずっと。 HY366 日。おお、聞いてくれたね。あ、この間ねツイートもしてくれたよね。これだよって言ってね。そういう曲とか歌うのがすごい好きで、うん、でカラオケにはよく行ってたし、で音楽の授業も大好きだったし、まあ、ピアノをやってたから、もう小さい頃から音楽はずっと好きだった。だけど、なんか、ね、バンドやるとかそういうイメージは全然なくて、そう、でもある日、その、バイト？アルバイトをしてたところの先輩に、ちょ、カバーバンドやろうよって言われて、お前ちょっと歌好きだろ？お前歌そこそこできるし、やれよみたいな。で、誘ってもらって、やったのが初ライブ、うん、その時に、わっ、ファタスティック、何この世界と思って、あ、その、ね、有名なアーティストさん、例えばミスチルとか、うん、そのライブには行ったことある、ポルノグラフィティさんとか行ったこと、安室さんとか行ったこと あるんだけど、うん、その自分がそっちの立場になるってことまではね、意識したくて、憧れで、あ、すごい素敵だなって思ってたんだけど、うん、実際自分がね、ライブでプレイしたときに、わっ、何これ、最高に演じる、楽しいじゃんと思って、でなんかこう、私もこう、なんかみんなにこう楽しいって思ってもらえる何かをこうやりたい、そこで思って、で私には歌だったらいけるかもしれないって、なんかそこで自信を持っちゃって、でそこから。でもその前に、将来は何をして、将来は、あんまりね、なんか具体的になんかっていうのはあんまなくて、まぁ、あ、ちょっと料理とかが好きだったから。料理は上手？料理は、まぁ、あ、ちょっとね、ちょっとだけ。したかったけど。そう。でも料理とか好きだから、栄養士の免許を取って、はい、なんかそういう調理とか、そっちの道に進もうかなって思ってた。だから大学はそういう資格が取れる。大学に行って、そう、で栄養士を持ってる、一応ね、そう、でも全然違う方向行っちゃった。あ、でもヒットにちょっといい食べ物あります。あ、そうね、あ、そう、なんかこう元気になって、そう元気になってとか、そうね、はい、そういうのはあるかも。なんか楽しいも、うん、と食べ物がそういる。そう、で食べ物もやっぱビジュアル大事でしょ。見た目が美味しい。そうな食べ物とかさ、はい、すごいハッピーになるじゃん。そう。でも食べ物じゃなくて音楽。音楽になっちゃう。はい、それが、はい、そう。はい。A great chef, she feeds people very good meals. だからめっちゃ美味しい食べ物あります。あります。はい。For you. You. そうね、ハイライトとともにやっぱりその反省もいろいろしてきたから難しいね。やっぱりライブ、一つ一つのライブがそれぞれやっぱり
思い出だし、そこで出会った人たちとのね、いっぱいあるから、そういっぱいある、難しいね。だしまだまだ私はもっともっと上行きたいから、そうね、今までのハイライトね、難しいね、まだ全然目標に達してないから、まだこれからかな、ハイライトは。そうそうそう、どう、サラさんの、欲、うん、と強いですね。欲強い、欲し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 いばっかり、欲しいばっかり、そう、だから、お腹すいた、お腹すいた、お腹もすいた、すごい食いしん坊だしで、とたまに、パフォーマー、パフォーマーとして、と、うん、諦めりたいこと、そんなことありますか？諦め、今まで、そうね、私がライブで一回だけ、一回かな、ギターやったことある、うん、その時に、本当に下手くそと本当にギターできないと思って諦めました。あ、私はもう歌でやろう、歌だけで行こうと思った。でもちょっと未練ある、ちょっとまだギターちょっと弾きたいかな、はい、曲によってやっぱりその、 プレイヤー、ギタープレイヤーが1人よりも2人欲しいなって時あるじゃん、はい、その時に私がギターできたらかっこいいな、あ、やっぱりギター弾きながら分かる、かっこいいな、かっこいいね、憧れる。そう、でいつかトライ、もう一回、はい、まあ、チャンスだったらね、そうトライしたいなと思うけど、それはちょっとでも、そうね、3年前に一回やったけど、オーマイガー、挫折した。そっから一回、あ、ギターもいいです、大丈夫です。でも今は練習しますか？練習ちょっとだけしてる。あ、ちょっとだけ。そう、ちょっとだけしてる。いつかね。あ、いつか。いつかやれる。できます。頑張ります。やればできるさ。やればできるさ、お、Yes。チェック、あ、え、なんだっけ、try、なんだっけ、oh, OK? If I try, あ、if I try, OK! I can do it! OK! Don't I can do it! Hey, she can do it! OK, 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 頑張ります。頑張ります。お願いします。それ見たい。じゃあ、ミュージックビデオで私、ギター弾いてる。あ、OK, OK, OK! そうそうそう。実は、ちょっとね、だから、その、諦めきれない、ちょっと、憧れがある、その、ギターボーカル、うん、ね、ちょっとだから今回ミュージックビデオでチャレンジした。おー、できます。頑張った、頑張った、ギターのね、そうそうそう、ちょっと練習して、はい、少しだけできるように、はい、そう練習しました。音楽者で、終わりまで、進化ですね、うん、そうそうそう、だから今できないことは、うん、後でできることですね。そう、はい、だからそう、今はちょっとまだできないことたくさんあるけど、もう一つ一つクリアしていって、自分のパフォーマンスもっと広げて、はい、そう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 、いろんなことできるようになりたい。はい、じゃあよろしくお願いします。頑張ります。欲しい。頑張ります。Yes。Yes。一番影響になったアーティストとか、はい、バンドとか、うん、誰ですか？ちょっと先にリンキンパーク、あ、リンキンパーク、言ったけど、うん、言ったね。サラさんに一番ちょっと影響になった。そうね、やっぱね、結構歌詞とかそういうの書くときとかのイメージとかで、はい、結構ね、さっき言ったちょっとラブサイケルイコさんとかの世界観とか結構好きだったりとか、それ安室ちゃんとかで、まあ、ビジュアル、安室奈美恵さんっていう、うん、バンドとかじゃないんだけど、 アーティストなんですけど、それ安室奈美恵さんとかも結構パフォーマンスとかすごいね、ダンスとかうまいの、もうすごいスタイルも綺麗だし、うん、見せるっていうのですごく憧れるし、うん、ああいう人みたいに綺麗で可愛くてなりたいな、うん、かっこよくなりたいなって思うし、うん、あと Mr.Children さんもすごい好き、はい、うん、し、あとさっきちょっと言ったけどポルノグラフィティさんも曲聴くし、はい、結構日本の、まあ、バンドとかだとそういう感じが多くて、海外だと本当リンキンパークとか、うん、オフスプ、あとサム41とか、うん、スリップノットとか、スコーンとか、だからいつも僕ちょっと嬉しい。そうね、やっぱ体で、みんななんか体でこう
歌ってるから、そうここで出すっていうよりかはパワーをこうね中からバーって出してるから、それはやっぱり意識してるかなっていうのはある。そう、あとはそうね、YouTube とかもすごい好きだし、結構だからいろいろね、ジャンル、あすごい、やっぱりいろんな人がこう楽曲をね作っているから、うん、すごい勉強になる。あ曲を聴くと、ね、うん、音楽の世界はめっちゃ広い。そう、めっちゃ広いね、はい、だからインスピレーションと勉強、うん、どこでもできます。そう、うん、はい、いろんなところからこう掴んで掴んで、はい、でいろんなこうところでインスパイアを受けたものを自分の中に吸収して、私のオリジナルが多分できてる。あ、そう、はい、なんか自分のフィルターで、そう、はい、フィルター越しでこう、はい、で出してくるから、これはもう私ですっていう、はい、そう、だからサラっていう緑エメラルドのフィルターで出して、そう出してる、はい、とサラさんの、はい、ソロバンドと、はい、ヘイディーズ と活動、はい、ちょっと同時にぐらいしますね、うん、そうですね、ちょっと一番ちょっと違いことは、うん、どうですか。一番の違いはやっぱりソロは自分で全部オールマイティでこうやっていかなきゃいけない。一人でこうじゃあアルバムを作ろうっていうのも自分発信で、うん、そうでもうあれこれやって、こういうビジュアルとかポスターとか、まあ、そのデザインとか全部こう自分のイメージインスピレーションとか全部使って全部自分で決めてやっていくっていうのがソロだけど、だから自分のやりたいようにあの全部 100%、うん、やっていくっていうスタイルだけど、バンドはやっぱりその一つのものを作るときもやっぱりヘイディスだったら4人ね、4人の意見をこうやっぱりミックスして作り上げていく、だから4人の力があるから、それはすごい組み合わさればすごい膨大、ソロよりも全然バンドの方が膨大になるし、でやっぱり自分だけのフィルターだけじゃなくて他の3人のフィルターもあって、もっとより一層複雑になって、うん、でそれがこうでも複雑なんだけどうまくね合致した時にすごいパワーになるのがやっぱりバンドだと思う、うん、だからそこの面白みもある。で私もすごいみんなの意見とか聞いて、あそういうのもあったんだなみたいな、すごい勉強になるし、うん、他の人の立場、他の人の意見聞いて、そう、ああそういうこともある、うん、あるね、あなるほどね、あそれも楽しいね、いいね、で何かをやるときにも4人で分担するから、その一人一人のパワー、まあ、100% でやったらもっとわーってなるかもしれないけど、でもみんなで助け合い、そうヘルプヘルプしながらやっていくから、すごいこう、うん、あの余裕もあるバンドの方が、うん、こっちだとああれもやんなきゃこれもやんなきゃあっていう、自分でちょっと一人の、そう一人のこう なりがちだから、ちょっと重いですね、そうちょっとね、そう、はい、そこの部分、そのちょっと違いはある。ただそのバンドだとちょっと難しいところはその4人のそのミックスをどうするか、自分はこう思う、でもみんなは違ったりする。うん、どうだろうな。でもどれがいいんだろう。正解はどれだろうってなった時に、ちょっと喧嘩たまに？あ、喧嘩まではしないんだけど、でも私こっちがいいと思う。いやでも私こっちがいいと思うっていうのはある。でもそれが言えるバンドが絶対いいバンドだと思うから、我慢はしない。そうそうそう。我慢しすぎないで言っていいかなって思うとこは言う。うん、でもみんなの意見もやっぱり。大事にして、自分はこう思うけど、いや今回はじゃあクヤの意見しよう、ユリの意見しよう、マヨの意見しようみたいなのを自分で、まあ、言わなくても自分でちょっとそうするとかっていうのはある。でもそれにしたことによって、お思わぬなんか結果が生まれてよかったねってなることはたくさんあるから、すごいだから3人の感覚もすごい信じてるし、でも自分の感覚も殺さない、生かしていくっていうのでやっていく。まだまだこれからだけどね、ヘイディーズ。でもヘイディーズは、女子4人。そう、女子4人。ソロバンドはサラさんだけ。そう、サラだけが女子で、あとはみんな、あの、ビーストね。ビースト。
イケメン、イケメン、イケメン、イケメン3人。イケメン3人。今年、最も楽しみにしてるのは、うん、待ち遠しい。待ち遠しい。ことは、何ですか、うん、今は、本当これがね、リリース前なんで、早くみんなに届けたいっていうのと、やっぱファイナルね、このファイナルの時に、どれだけ、多くの仲間ができてるかなっていうその期待感がすごい、はい、うん、でも最終の日終わって、そうで、その後ね、そう、その後の目標は今度はまた、これもまず一つあれなんだけど、この作品を引っ提げて、まあ、いろんなライブもしますけど、また新たなステップちょっと踏むためにいろいろまた準備をしようと思って、今考えてます。もうね、次のことを考えてちょっと、はい、準備をしてます。わかりました、ね、そう、じゃあ、最後に、はい、プレゼント、わプレゼント、これは大好きなものです、ね。大好きです、はい。大好きです。わあ、ありがとう。いつもツイッターでこれ、サラさん、顔隣にこれがあります。ザバス。でもプロテイン、でも今日はじゃんけんで勝ち、あげます。あれ、じゃあ3回、3回、オッケー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 、でもワンテイクで勝つ、はい、3回、じゃあ、最初はグーじゃんけんぽい、うぃー、あ、ちょっとください、あ、3回3回、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい、はい、こでしょい、はい、こでしょい、はい、こでしょい、1-1 OK、 最後、最初はグーじゃんけんぽい、あー、おー、おー、勝った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 、あー、イエーイ、はい、どうぞ、おめでとう、ちょっともらいづらいですね。はい、じゃあどうぞ、ワンモーチャンス、ワンモーチャンス、オッケー、最初はグー、ラストチャンス、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、ラストチャンス、ちゃんと勝ちました、優しいね、優しいね、ラストチャンスでくれたよ、ありがとう。ザバース、そう、 if you ever visit and watch a show with Sala、She will be very happy if you give her some sabas. ちょっと、ないね。あ、ちょっと。ちょっと、おお、すごいね。Thank you. すごい。私よりすごいね。はい、じゃあ最後に皆さんにちょっと挨拶したいことを。挨拶したいこと。いつもこの番組を見てる皆さん、ありがとうございます。今回はソロの、こちらのね、サラの活動を取り上げてインタビューしてもらいました。ヘイディーズももちろん応援してほしいし、こちらのソロの活動の方もぜひよろしくお願いします。シンガーとしてだけじゃなくて、まあ、アーティストとして、いろいろね、舞台とかもやったりとかして、いろんなパフォーマンスで皆さんに、いろいろ楽しんでもらえるように、これからもアルバムもそうだし、ライブもそうだし、楽しい時間をね、たくさん皆さんと共有していきたいので、ぜひよろしくお願いします。遊びに来てください。会いに来てください。よろしくどうぞ。はい、Thank you so much, everyone. This has been Sara San with her solo album and tour coming up. She's also the lead singer for Hades. So please stay tuned. There's great stuff coming up, and we will see you again. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.